私どうやって走ってたんだっけ。私ママにダメな子だって思われてるの。まぶくてかわゆいギャルはみんなディスコとサテンへ、レッツラゴーよ。お立ち台にセンスにボディコン、これがバブルの輝きよ。ここがバブリーランド。あの子が水着に着替えたら、ウマ娘夏物語。しいけど、スペさんはなんでだろう。っていうか、なんかぽっちゃりしたような。うっそもうあんな走りしちゃダメだ。もっともっと頑張らなきゃ。って、もう1ヶ月経つのに全然調子戻らないよ。どうしたらいいべか、お母ちゃん。だっけ、一回ちゃんとゆっくりしなって。あんた聞いた感じだと休みなくトレーニングしてんだろ。ちゃんと休んでるよ。しっかり寝てるし、ゆっくりお風呂にも使ってるし。そういうんじゃなくて、誰かと遊んだりどっか出かけたりリフレッシュするってことさ。やってないっしょ。騙されたと思ってさ、一回遊んでみな。パーッと全部忘れるってのが案外解決の糸口になったりするもんなのよ。それはそうかもしれないけど、でもさ、全然走れるようになってないのに遊ぶなんて、そんなのサボってるみたいで。ママから贈り物？何かしら。へえ、かわいい水着。遊びに行ってねか。嬉しいけど、でも急にどうしたんだろう。ママ仕事で忙しいし、いつも私のことは私に任せてるのに。あ、もしかして模擬レースで結果がダメダメだったこと知ってるの？それで自己管理が甘いって思われたとか。うん、考えすぎよ。そんなことあるわけ。次こそ絶対レースで一番になったって報告してみせなきゃ。はあ、昨日は結局喧嘩になっちゃった。ってせっかくグランドに来てるのに時間もったいない。切り替え切り替え、今日は蹴っ張るぞ。やっぱりいた。あの、よかったら並走しませんか？この間の模擬レースから調子が戻らないんです。何してもうまくいかなくって。そのスペさんもそうですよね。そうです。考えれば考えるほどフォームとか分かんなくなっちゃって、前は普通にできてたことのはずなんですけど。わかります、私もそんな感じです。それでレースみたいに誰かと競り合えば調子が戻るんじゃないかなって。土煙、足音、スカーレットさんの背中。そうそう、レースってこんなに良い。思い出してきた。よし、もうすぐで第4コーナーだ。しっかり蹴って腕を振ってスカーレットさんに。あれ、キュンっていかない。腕の振りも。あれ、私いつもはどんなフォームで。って、追いかけないとどんどん離されちゃう。ギア上げなきゃ。どうやるんだっけ。どうしよう。ありゃりゃ、フォームもバラバラ。完全に自分の走りを見失っちゃってるわね。それにあの感じ、気持ちも焦っていろいろ見えなくなっちゃってるのかしら。だとすると、ヘイスペちゃん、バッドコンディションがあっ
ちゅう間にバッチグーになる。バブリーランドに行ってみない？そんな場所があるんですか？ええ、実は最近スペちゃんとスカーレットちゃんの調子が悪いってフジちゃんから聞いてたの。だから二人を招待したくって。レンタカーは借りたし、スポーツマニアのチケゾーちゃんも誘ったし、準備はパーペキよ。って言ってもスカーレットちゃんには断られちゃったんだけどね。もうトレーニング内容決めちゃったからってスペちゃんはどうする？興味ないかしら？マルゼンさん一押しのバッドコンディションが治るトレーニング施設、そこならもしかしたら私の調子も。行きます。スペちゃんにチケゾーちゃん、しっかり捕まっててね。バブリーランドで最高の魔法にかかるわよ。魔法？バブリーなんとかに私も行く、私も行くわ。ここがバブリーランドって、本当にトレーニングできるんですか？来週2週、いえ、4週よ。この週末で絶対取り戻してみせるんだから。あら、あれってスペちゃんにチケゾーちゃん、しっかり捕まっててね。バブリーランドで最高の魔法にかかるわよ。はーい。バブリーランド、昨日誘われたとこかしら。スペさん、いいトレーニングができるといいけど。魔法？魔法って言ってた？今、最高の魔法って言ってたわよね。あんなに楽しそうだったんだもの、間違いないわ。確かに言ってはいたけど、でもあれって。バブリーなんとかに、私も行く、私も行くわ。ちょっと走っていく気？嘘でしょ？やだ、本気の走りじゃない。待って、あの子そもそも場所知ってるのかしら？車見失ったら迷子確定。あー、もうちょっとスイープ待ちなさい。はあ、まさか山を3つも越えるなんて。そこらのトレーニングよりよっぽど鍛えられたわ。じゃなくて、ねえスイープ、よく聞いて。魔法の国っていうのは比喩なの。本当に魔法があるわけじゃないの。魔法はあるもん、グランマやってたもん。いやいや、そういう意味じゃ。ここにだって絶対あるわ。あんたが信じなくても私が見つけてみせるんだから。あー、また。もう捕まえたらすぐ帰ろうと思ってたのに。いっそこのまま帰って。ダメ、
走って車を追いかけるような子を優等生が放って帰っちゃまずいわよ。はあ、ああもう早く帰ってトレーニングしなきゃいけないのに。みんな準備できたわね。それじゃあ改めてバブリーランドでフィーバーよー。ってなんで水着なんですか。そりゃだってプールリゾートだもの。ディスコもサテンも水着での入店 OK。 気分も上がるわよ。スケゾーちゃんは本当に水着買わなくてもいいの。はい、スクミズはすっごく丈夫ですから、全力で泳ぎまくるにはもってこいなんです。そっか、それなら目いっぱい楽しまなくちゃね。どうしよう、これじゃあトレーニングなんかできないよ。っていうかグラウンドも見当たらないし、周りのお客さんもただバブリーランドを楽しんでいるようにしか見えないし、コンディションを直せるってどういうことなんだろう。スペちゃん、あのね、ここでするべきことはね、走ることじゃないのよ。走ることじゃない。だったら一体。踊ること。よーし、スペちゃん、あの高い台で一緒に弾けよう。え、あそこってお立ち台ですよね。私にはちょっとそのどうすればいいのかわからないですし。大丈夫、踊ってるうちにどうでもよくなっちゃうって。きっと楽しいよ。カルゼンさんもね、今日はスペちゃんに思いっきり遊んで楽しんでほしいって言ってたし、だからほらどんどん。ほらほら、スペちゃん、騙されたと思って踊ってみましょう。ティラミスの食べ放題タイムが始まります。皆様ふるってご参加くださいませ。ティラミスの食べ放題タイム？どこどこ喫茶店どこですか？
どけ滑らかなカスタードソースにちょっぴりビターなエスプレッソ、あんなに美味しいものが食べ放題だって。お土産屋さんにも売ってたし、帰りに買ってこうっとみんな喜んでくれるといいな。ちょっと待ちなさい、スイープ。すぐ学園に帰ろうと思ってたんですけど、ほんと信じられないくらいすばしっこくて。はぁ、お疲れ様です。もう帰るの諦めてここで走っちゃおうかしら。ここでのトレーニングってどんな感じです？トレーニング？実は私も誘われてたんで、ちょっと気になってたんです。見たところグラウンドないみたいですけど。あれ、スペさん。ああ、トレーニング。え、私ここにトレーニングしに来てたんだった。え、もしかして今まで忘れて。うわあ、それ以上言わないでください。ああ、もう何が口どけ滑らかなカスタードソースだ。バカバカバカ、このままじゃ遊ぶだけで終わっちゃうよ。ちょっとマルゼンさんにトレーニングの場所を聞きに行ってきます。ちょっと大丈夫ですか？一回落ち着いた方が。ってスペさん、お疲れちゃん。ティラミス美味しかった？って、あら、スカーレットちゃんも来てたのね。あの、私今すぐトレーニングしなくっちゃなんです。だから。やだ、スペちゃんの魔法が溶けちゃってる。マルゼンさん、ひどいですよ。やっぱり騙してたんですね。まあまあ落ち着いて。ここで調子が取り戻せるっていうのは本当なの。もうちょっとしてから明かすつもりだったんだけど。いいわ、お姉さんの昔話ちょっとだけ聞いてくれる？昔ね、私も周りの期待に応えたくって自分を追い込みすぎちゃってたことがあったの。いろんなことを難しく考えちゃって、普通にできてたような走りもできなくなっちゃってね。え、マルゼンさんも？ええ、そんな時お母さんに連れてきてもらったのがここバブリーランドだったの。ここってプールリゾートじゃない。トレーニング施設って言ってたのに嘘ついたの。お母さん、来週はレースなのよ。こんなところにいる暇ないのに。まあまあ、騙されたと思って遊んでごらんなさい。絶対今一番必要な場所なんだから。半信半疑のまま、なんならちょっぴりやけになって、ディスコで踊ってプールで遊んで一日中遊び回って、気づいたら現実を全部忘れて遊ぶことに没頭してたの。頭と体が空っぽになって、それで迎えた翌週のレースではね。自分の走り方を思い出せたのよね。ほらね、お母さん、あなたのこと意外とちゃんと見てるでしょ。二人のもがく姿を見て、もしかして昔の私と一緒なんじゃないかしらって思ったの。それで今回ここに連れてきたってわけ。私みたいに一旦全部リセットすることで調子を取り戻せるんじゃないかしらって。マルゼンさんみたいに。あれ、スペちゃん、どうしたの？え、
ごめんなさい。その、なんだかちょっと、ほんのちょっとだけ私も気持ちが軽くなっているような。あら、悩んでたこと何にも解決してないのに、なんか変な感じが。いいのよ、気持ちが軽くなったってことは余裕ができたってことだもの。きっと今からどんどん解決していけるわよ。あれ、その言葉どこかで。騙されたと思ってさ、一回遊んでみな。パーッと全部忘れるってのが案外解決の糸口になったりするもんなのよ。そっか、お母ちゃんが言ってたのってもしかして。私全然分かってなかった。マルゼンさんの言う通り、視野が狭くなっちゃってたのかも。帰ったらちゃんと謝らなくちゃ。マルゼンさん、やっぱり私バブリーランドにかけてみます。そうこなくっちゃ。肩抜き勝負でもしちゃう？いいですね、負けませんよ。あ、スペちゃん、マルゼンさん、スイープ、かき氷屋さん見つけたよ。あ、やったー。ほら、スイープさんもいちごのかき氷買いに行きましょう。はん、いらない。ありゃりゃ、スイープちゃん、やっぱりショックだったのかしら。スカーレットちゃんが帰っちゃったこと。よーし、けっぱって遊ぶべ。スカーレットさんも一緒に遊んで帰りましょう。私は遠慮しときます。すみません、マルゼンさんのお話もスペさんのお話も否定するつもりはないんです。でも私はやっぱりスランプの時には走るしかないと思うんです。今までもそうしてきたし、それに次のレースでは絶対一番を取らなきゃいけないので。すみません。うん、わかったわ、気にしないで。何か困ったりしたら気軽に相談してね。いつでもどこでも力になるから。いた、スカーレット。ちょっとどこ行ったのかと思ったわよ。ちゃんとついてきなさいよね。うわ、スイープのこと忘れてた。っていうかちょっと何よその言い方。そもそもあんたが走って行ったんでしょ。私に指図しないでね。このダメ、こんなことしてる場合じゃないの。いいから早く帰るわよスイープ。あら、スイープちゃんのことが気になるなら私が一緒にいるから大丈夫よ。帰ってしっかりトレーニングしておいで。でもいつでも力になるってさっき言ったでしょ。あ、ありがとうございます。それじゃあまた学園で。え、ちょっとどこ行くのよ。学園に帰るのよ、トレーニングしなきゃ。それじゃあまたね、スイープ。何よ、急に暗い顔しちゃって。見送っちゃいましたけど、本当に良かったんでしょうか。無理してないかな。スカーレットちゃんにはスカーレットちゃんの考え方があるわ。無理に引き止めることはできないでしょ。まあちょっぴり心配だけどね。でも一人で考えたい時っていうのもやっぱりあるものだから。そうですよね。何よ、何なのよ、スカーレットのバカ。あんなに偉そうだったくせに。ああ、もうムカムカ
スイープさん？今から電車に乗って、ついて、どのくらい走れるかしら。どちらにせよ、明日は普段の倍は走らなきゃ。ちょっと待ったスイープ？スカーレット、ちょっとこっち来て。なんでよ、今から帰るって言ったじゃない。いいからこっち来て、ついてきて。ああもうなんなのよ急に。そこに直りなさい。今からあんたにとっておきの魔法をかけてあげるわ。魔法？ちょっとブラッサボラノドさん、パピオペディラムベレナティ。何も起こらないけど。あれ？ちょっと間違えただけよ。特別にもう一度だけやってあげるんだから。グラッサボラトドさん、パピオペディラムベレナディ。グラッサボラトドさん、パピオペディラムベレナディ。白い鳩？本当にすごいんだから。悲しくってもこの魔法を見たら楽しくなって、あっという間に心がスッキリしちゃうんだから。グランマが私にいっぱいかけてくれた。本当にすごい魔法なのよ。あんた私を慰めようとしてくれてたの？違うわよ、魔法をかけようとしてたの。あんたがしぼくれた顔してたから。魔法ね。ありがとう、気持ちは伝わったわ。きっとスイープのおばあさまはあんたのことが大好きなのね。どういうこと？テジ、魔法であんたの悲しい気持ちを切り替えてくれたんでしょ。大好きじゃなきゃ案外できないことよ。そうなの？そうよ、相手のことをよく見ていなきゃ元気がないなんて気づけないし、喜ぶこともできないもの。例えば私のママも元気がない時は遊園地やショッピングに連れて行ってくれたわ。それだってきっとママは私のことをよく見てたから。スカーレット、あれってそういう模擬レースでダメな子って呆れたんじゃなくて、ただ私のことよく見てて、ただ私に今必要だって、ただそれだけ。当たり前じゃない、あのママがそんな意地悪するわけないじゃないの。いつもならすぐわかることなのに。何よ、どうしたのスカーレット？なんでもない、今までの自分の余裕のなさに引いただけ。え、何何、聞こえない。だったらそれなら今の私に必要なのは遊ぶことなのかしら。うん、行きましょう、スイープ。魔法ありがとね。だから何よ、どういうこと？はっ、もしかして魔法が効いたの？スイープちゃん、やるじゃない。え、帰らない？はい、コロコロ変わっちゃってすみません。ううん、いいのよ。何があったのかお姉さんはさっぱり知らないけど。あら、しけぞうちゃんは？おーい、みんなー！うわっ！うわっ！
ご来店ボーナスで今夜はナイトプール貸し切りなんだって。貸し切り？ああ、そういえばそうだったわね。見て見て、木が光ってるわ。プールの中も光ってる。すごいすごいすごい、魔法の国みたい。昼と全然違うよ。今度大神たちも誘ってみようっと。ねえ、夜だけは今風にライトアップしてるんですって。スカーレットさん、本当にいいんですか？無理して残ることないですよ。無理なんかしてないですよ。自分で考えて覚悟も決めて残ってますから。それに実はママから水着もらってたの忘れてたんです。たまには遊びに行ってねって。あっ、私に必要だって思ったみたいで。そうだったんだ。スカーレットさんもお母さんに。それならちゃんと遊んで帰らなきゃ怒られちゃうかもですね。わっ、何この金ピカのボール、なんで光ってるの？そうだ、みんなでゲームしようよ。金ピカのボール最後まで持ってた人が勝ち。いいですよ、トレーニングにもなりそうだし。じゃなくて勝負なら絶対負けませんから。私も頑張ります。あれ、なんかシャボン玉出てきましたよ。いろいろあったけどよかった、みんな楽しそうね。よーし、私ももう一遊びするわよ。これ本当に大丈夫ですか？本当に大丈夫ですか？3人乗って大丈夫ですか？大丈夫よ、3人乗りだもの。ほらほら、目を開けて、ゴーゴーゴー。うっそうっそうっそ、早い早い早いって。あすぎていろいろ飛んでっちゃいました。ふぅ、遊んだだけなのにヘトヘトです。それにしてもプール中ピカピカのキラキラで綺麗だったな。そうね、昔はああいうのなかったのよ。バブリーランドも変わっていくのね。スカーレットちゃんはどうだった？楽しめたかしら？楽しかったです。トレーニングしてないのは不安ですけど、でもちょっとだけたまにはこういうやり方でもいいのかなって。それじゃあ明日もちょっとだけ帰る前に遊んでみる？はい。バブリーランドに来たらやっぱりディスコよね。こんなところに登っちゃって。お立ち台なのよ、むしろ登らなきゃ。ほらほら、スカーレットちゃん、ここで半端なダンスは厳禁よ。そうなんです、ディスコで大事なのは嫌なことは全部忘れて全力で踊ることらしいですよ。全部忘れて全力でって、それ意外と難しい。違うわ、決めたじゃない。やるならちゃんとやらなきゃ、時間がもったいないわ。私全力で踊ってみます。私も。あれ、よく見たらマルゼンスキーの隣、スペシャルウィークとダイワスカーレットじゃね。よし、ふっ、みんなでいっぱい踊りましょう。2人ともやるじゃない。さて、リス
コで踊ったし、炒め飯も食べたし、ブランドショップも覗いた。最後の締めはやっぱりビーチよね。いい天気。広い場所に来るとやっぱり走りたくなっちゃいますね。あ、だったらタッチスペちゃんの鬼。うっ、うっ逃げろ逃げろ。簡単には捕まりませんよ。よし、私の追い上げ力見せてあげますよ。どうなることかと思ったけど、
いい走りっぷりだったわね。